そこちょアイ部長です。なんと、ローソンでまた新しいアイスを買ってきたので紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん、黒蜜抹茶です。なんとこれが宇治抹茶使用ですね。この抹茶はなんと中に黒蜜が入っていますね。全体的に宇治抹茶とチョコレートです。全体的に見るとこんな感じです。うん、これはめちゃくちゃ僕もう食べたいなと思って買いました。早速じゃあ開けていきましょう。いやーほんとこれ僕抹茶めっちゃ大好きですかね。特に宇治抹茶。おお、なんとパッケージの面で見るとやっぱり思ったより宇治抹茶がめっちゃ濃いですね。うん、やっぱりチョコレートもすごいコーティング、チョコレートと抹茶のコーティングがめちゃくちゃ半端ないですね。早速では食べていきましょう。それではいただきます。うまい。もう宇治抹茶のもう中の部分と特にチョコのコーティングされている部分と特に黒蜜がとてもうまいですね。うん、黒蜜めちゃくちゃ甘くて本当に甘さが半端ないですね。チョコの部分食べてみよう。うん、中が抹茶なんだ、そこは変わらないんですね。うん、やっぱりめちゃくちゃうますぎますね。ごちそうさまでした。はい、黒蜜抹茶アイスいかがでしょうか。味の感想としてはめちゃくちゃ宇治抹茶が本当にめちゃくちゃうまかったです。特に中のアイスクリーム部分がすごい美味しかったのと、あと黒蜜もなんか黒蜜感がとてもあって本当に黒蜜らしい甘さですし、やっぱり特に良かったのがやっぱり宇治抹茶の部分がめちゃくちゃ美味しかったですね。抹茶の原料の76% が宇治抹茶です。いやーこれめっちゃ美味しかったよ。はい、まあそんな感じで皆さんもぜひコンビニやスーパーで買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。